この石鹸の香りは、いや一緒にお風呂に。なんだって、ヤセン君とお風呂に入ったの？猫ならいいのね。猫なら一緒にお風呂に入ったり、同じお布団で寝たり、ぐちゃぐちゃってしてもらっちゃったりするから。みなこちゃん話しててるよ話。誰でも猫になりたい。人が猫になれるわけないでしょ。